ひろひめ11月は、美達天皇の皇后。日本書紀では、ひろひめ、古事記では、ひろひめ命と表記される。日本書紀に基づく関係系図、日本書紀美達天皇記では、ひろひめを、沖縄間手王の娘とし、天皇の皇后として、おし坂の彦人体系巫女、逆党王女、都道磯津貝王女の一男二女を産んだとする。 古事記、美達天皇団でも、広姫命を、沖永まて王の娘とし、天皇との間に、押坂西陣大使、坂東王、内王の三人を産んだとする。なお沖永まて王の娘としては、慶大天皇の日にもおみ上司の記載が見える。日本書紀によれば、広姫は、美達天皇4年1月9日に立皇して一難に、女王生み。 同年11月に崩御したという。広姫の崩御後、微脱天皇五年3月10日には、ぬかたべの王女が立候している。広姫沖永漁漁は、宮内庁により、滋賀県前原市村巨殿寺北屋敷にある沖永漁に事情されている。宮内庁上の形式は延休。遺跡名は、村井田古墳。広姫の三笹について、日本書期に記載はないが、 演技式書両領,領では東馬家の沖永母として記載され、大見国坂田郡の所在で、町域は東西一丁、南北一丁で、四護三煙を毎年当てるとする。その後、沖永墓の所在に関する書伝は失われ、後世の坂田郡内には、皇后塚と称される古墳が数カ所存在した。村井田の皇后塚は、もともとは、 原料でなく荒量山光雲寺系大地に存在した古墳を指した。その古墳は、元六九年の光雲寺根流の際に大部分が作平され、その際には石室、家型石棺とともに、宝管、大東京が出土したが、出土品の入った石棺は幸雲寺隣接地の堀石の庭に埋納されたという。明治七年五月に京武将により、 当地が沖永漁に交渉され、明治8年7月には手の平手淵が命じられたが、上述の経緯を踏まえて、同年9月に異物米の地に延休が築かれてそれが沖永漁に定められた。そして、明治10年の長域確定の際には、高運寺南側の高豪塚山宮は沖永漁付属地と定められ、領の山道に囲い込まれている。 ただし考古学的には、この皇后塚は古墳時代中期の5世紀代の築造と見られ、広姫の墓とするには、否定的な見解が強い。広姫の出自の沖永氏は、大御国坂田軍を本願とした氏族である。古事記、日本初期の記す上代では、沖永を名に含む人物や、皇室と婚姻関係を持った沖永氏、出身人物が知られ、 広姫も、その一人になる。この沖流しに関する諸説の中で、皇室との確実な婚姻関係を持ったのは、広姫と推測し、天智天皇、天武天皇が、皇祖体系と位置づける、押坂の彦人体系巫女を、この広姫が生んだことから、上古の沖流し関係系譜は、広姫の検証のための十作とする説がある。ありがとうございます。